ちは、マキシです。こんにちは、タカヒロです。今日はドイツに遊びに来てます。こんにちは。ドイツに住んでます。私はドイツに住んで5年になります。で、日本の会社で、ドイツ人と一緒に働いておりまして、で副業でドイツに就職をしたい、あるいは移住をしたいという方のためのアドバイザーをしています。で今日はそのドイツの働き方と日本の働き方の違いについてちょっとお話しできたらいいなと思って、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ドイツに来てどうですか？ドイツ、まず、リラックスしていると思います。あ、雰囲気がすごいのんびりしてる感じですか？そうですね、もしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど、日曜日は店が閉まっているので、うん、必然的に、公園であったりカフェをするといった形で、プライベートでは、リラックスして、過ごす、必ず休みの日が何もしないという日があるので、うん、それはあの日本との大きな違いかなと思ってますね。なんかドイツの会社はなんかすごいきちんとしてるけど休めるみたいなイメージなんですけど、実際ドイツに来てどうでしたか？そうですね、なんか会社2つぐらいで仕事をしてたんですよね。そうですね、1つ目の会社は、日本の会社で、日本にドイツにある日本の会社なんですけど、うん、まあ、従業員はほとんど日本人ということで、うん、割とこう日本的な、まあ、働き方だったんですね。ただ今の勤務している会社は、日本の会社なんですが従業員はドイツ人しかいなくてですね、もう現地の際は私日本人一人だけという形なんですね。ですので、まあ、この違いを比較できるかなと思ってます。あ、服とかどうですか？服そうですねこんな感じです。いわゆるこんな感じで、お客さんに会うとかいうこと以外は、うん、基本的には私服で、うん、例えば、夏であればもう T シャツで半ズボンでサンダルという形で来る、人もいますし、私もその一人です。そうですね、あの日本に来てみんながスーツを着てるとこうすごい驚きました。だから父親もあの基本銀行で例えばローンを借りるとか、はい、あとなんか政治活動をやるとか、だからそういう場しかドイツ人基本スーツ着ないんですよね。だからドイツのサラリーマンは、うん、本当にお客様との打ち合わせだったらジパンにかこう綺麗な白いシャツ、だからあんまりあのその 社内の人だけだったら適当ですよね。適当ですね私が一番楽だと思うのはひげを剃らなくていいので、そうそう、1週間に1回か2週間に1回しかひげを剃らないんですね。あ、それは結構楽で、毎日朝起きてひげを剃るっていう作業が日本では結構大変だったので、ひげが剛毛の人とか特にいいんじゃないですかねドイツで働くには。なんかドイツはあの普通にすごいなんか若い人で今ひげをこう生やしてる人多いんじゃないですか。そのなんかドイツ人でこういうなんか長いひげを持ってる人、そう、職場でも全然関係ないんでひげを生やしても、ね、あとタトゥーをしてる人も多いんですよ、ね、女性でタトゥーをしてる従業員同僚もいますね。割とそのタトゥーをしているっていうことに対してオープンなのがドイツと日本との違いかなとは思ってますね。あとなんか髪の色も染めてる人いますか？おそらくドイツの場合は染めていると思いますね。私はまあ残念ながら染めていないんですけれども、ドイツ人の特に女性の方であれば赤色に染めたり金髪に染めたりとかシルバーにしたりとか全然いらっしゃると思いますね。あとなんかそのなんか働いてる時間はどう違うんですか？朝は早いんですか？人によって違うっていうのが一つの答えですね。例えば、日本のように古典的なその例えば8時から5時、うん、あるいは9時から6時という勤務の仕方をする人はもちろんいます、うん、でそれは大半だと思うんですね。ただ一方で家庭の事情であったり個人のニーズによって会社と相談をして勤務時間を変えることは柔軟にできると思いますね、うん、例えば私であれば朝の7時スタートをして、はい、夕方というかまあ午後の15時、うん、3時に切り上げると、で終わった後、まあ、娘をピックアップしに行ってという形で、そうですね、基本だからその保育園の時間に合わせたりあるいは幼稚園の時間に合わせる人が多いんですよね。そうですね、あるいは女性の方だと本当にあのもう幼稚園がもう12時で終わるので12時までなんかこうそうフルじゃなくて
なんかこう昼だけまで働くっていう制度もあったりするので、そうですね、その点は柔軟にドイツの方では対応してくれるので、もうそれが当たり前なので、うんうん、割と受け入れられている働き方だと思います、うん、あとなんか普通に週3で会社員やって、あと2日大学通ってる人も行ったりするので、だからそのフレックスになんか時間制についてすごい会社と話し合えば割とオープンですよね、はい、そうですね、うん、あるいは日中は働いて、まあ早めに仕事を切り上げて、夜間の大学に通う、あるいは夜間のコースに通うとか、そういう方もいますよ。ドイツに来てそんななんかこう休みとかで驚いたことなんかありますか？休みまず多いですね休みは、日本、私の記憶では、はい、日本では今、年間5日間、はい、有給休暇が義務化されたと思うんですけど、はい、ドイツの場合最低でも20日なんですよ ね、 で、 ね、うん、でさらに驚くべきことは、会社によって20日よりもたくさん労働者に休暇を与えている場合が結構多くて、うん、私の場合も20ではなく 28.5 日あで、私の妻は30日なの でまたそれが取れてしまうんですよね、うん、なんか取れないとどういう、なんかこう取れないと次の年に60日休めるわけじゃなくて、必ずその1年以内に取らないといけないんですよね。そうですね、うん、その年以内に消化をしないといけなくて、特別な理由がある場合、まあ、来年の3月までに延長はできるんですけれども、うん、原則その年の間に取り切る、はい、あ、そうですよね、うん、で私がバイトしてる時だから面白いのは、それが会社員だけじゃなくてバイトもそうなんですよ。で普通に週3だけとか1日こう週に1日だけバイトしてもそれでも休み取れるんですよ、うん、だから1月に店長と一緒にこう話し合って、この人は8月、この人は7月、なんかこう、うん、まとめてみんな決めるんですよね。で、そうですね、そしたらなんかこういつ休めるのっていうのを、そうですね、うん、ドイツの職場での話題の一つは、はい、いつ休暇を取るかっていうことでお互いみんなやっぱり1週間2週間って長期休暇取りたいですし、うん、取りたいので、まあ、取らないといけないので法律上、うん、そうすると事前に準備をして、例えば3ヶ月前とか半年前とか、うん、下手すると1年ぐらい前から、そう、私もう来年の9月第1週第2週第3週はもうピンポイントで取るよ、うんっていう形で告知をして、うん、そういう形でお互いが長期休暇をうまく取れるようにすり合わせをするんですね、うん、あとなんかその自分がいない時 の、 その余った仕事はどうするんですか？基本的には、ドイツ語でワラプスフェアトレーターって呼ばれてて、まあ、日本語に訳すと、まあ、代理の人なんですね。そうですね、休暇時の代理の人っていうのを必ずドイツでは決めてて、でその人が自分の持ってる案件を、はい、仕事することになります、うん、で逆に、自分が欠けた場合に誰が仕事をするのかっていうのも決めておくので、まあ、あの持ちつ持たれつの関係でお互い、まあ、いない時に、その仕事を支え合うっていうことをしてますね、うん、そうですね。あとその病気になった場合はどうしますか？病気になった場合は、基本的に、医者に行ってで、病欠のために会社に行けないという証明書をもらうんですね。証明書、うん、はい、それをもらうことによって会社に行かなくていいということになるんですね、うん、で日本との違いはその証明書を、提出すれば有給を使って休むのではなく、その病気のための休みということで有給は減ることないんですね、うん、そうそう、ないし、あとなんか普通にその保険会社からお金もらえるんですよね。長い、あの例えば骨折をして1か とか2ヶ月ぐらい仕事ができなくなっても、はい、そうするとその保険会社からお金が入ってくるんですよ ね、 そうですね。最初はなんかその会社と何割で、まあそういう制度がいろいろあって、そうですね、だから税金が高い分にサービスがたくさん、そうですね、払っている税金や社会保険料が高い分、まあ、その分の見返りは大きいかなと思いますね。日本と比べて 30% じゃなくても全部タダですよね。そうです、医療費ですよね。そう、医療費全部タダだし、会社で休みたくて休めないっていうのは基本ないんですよね。だから基本
休めない方が人にこうもし病気がうつったら迷惑になるので、だから必ず病気になったら取りましょうよっていうのは。そうですね、うん、私も会社に少し無理をして行ったことがあって、咳をコホコホとしていたらもうやることないんだったら帰ったらいいんじゃないってそうすぐ言われて、それうつるからって言われてでしまいにはもう医者早く行ってその証明書もらった方がいいんじゃないとか、そうだよね。あとそのなんか同僚との関係はどうですか？そうですね、同僚はですね、あの基本的にきっちり仕事はします、うん、ドイツ人やっぱり真面目です、うん、なるほど。時間もきっちりしてます。なるほど。ただ、時間がある、あるいはすることがない時にはおしゃべりをしたり、うん、ジョークを言うってことはあの普段の、オフィスでよくあることですね、うん、コーヒーメーカーコーヒーメーカーはもうどこにでもありますね。そうですね、どこにでもあります。もうドイツ人が、まあ、私もそうなんですけど、うん、まず会社に出社してパソコンの電源を押して次にすることはコーヒーを取りに行くことそれをしないと仕事が始まらないっていうぐらいもう日常化してます、うん、あとはどうですか、なんかあのすぐドイツ人の友達できたんですか、職場とかでも？そうですね、あのドイツ人、まあまあ、これ私の知り合ったドイツ人の中なんですけど、うん、あの基本的に他のじゃあ例えばラテン系のイタリアであったり、うん、まあ、スペインとかの人と比べて、こう比べるとややこう保守的というか、うん、あの若干時間がかかるかもしれないですね。そうですね、ちょっと警戒をするかもしれないです、ね、はいはい、ただ一方であのきちんと意見や主義主張をして、うん、お互いのことが分かれば、仲良くなることができる。あの私すごい思ったのはやっぱり日本の会議の方が長いんじゃないですか。ドイツだとこうみんなすぐ意見言ってすぐ解決方法になる分たまに喧嘩になったりするんですよ。 A さんはもうこっちだ、 B さんはもうあっちだ、で C さんはこっちだって言ったらこう3人ですぐなんか5分とか10分なんだけど、日本だとみんなこう丁寧にふーんみたいな感じでそうだからなんか自分の言いたいことずっと言い放題。そうですねまずは意見を全て出し切って でその中でその情報をもとに何がいい選択なのかっていうのを決めるんですよね、うん、これがドイツの合理的なやり方の一つかなと思ってます、ね、そうだからなんかそこまで人の気持ちを考えるんじゃなくて、はい、まず自分の言ってることを言って、はい、でその後すぐ話をまとめる。だからみんなはそれぞれ違う考えがあって、で会社として何が一番いいのかっていうのを。そうですね、はっきり言いますよねドイツ人は。ミス私がした場合あのミスしたって言ってそれは悪いって言ってそれはダメだって。でただまあドイツで大切なのはじゃあなんでダメだったのかっていうのをきちんと説明をする。あ、うん、自分がそれを習ったことないからミスが起きたのか、あるいは単なる注意不足から来てるのか、うん、あるいは他の仕事がありすぎてこれに、ケアをする、その時間がなかった、余力がなかったとか、そういった説明を細かくするんですよね。で日本ですとそれを言い訳としてこう取られてしまって、あ、なるほど、なるほど、こうはばかれるんですけど、ドイツの場合はもうことが問題起きた場合なぜこう起きたのかっていうのをきちんと言い訳と思わずに説明をしていく、うん、あとなんかすごい面白いなと思ったのはドイツ人って絶対謝らないんですよね。仕事でミスが起きてもちっちゃいミスでこう人とぶつかったらそこでごめんっていうのを言うかもしれないけど、大きなミスをしたらもうなんかなんでダメになったかっていうのをあのすごい長く説明できるけど、こう自分が悪かったごめんなさいっていうのはあんまりないんですよね。あ、それは正しいんですけど、私もドイツに来て長くなってしまったので私も謝らなくなりましたね。あ、そうですね、はい、そのごめんなさいのこう安売りといいますか、あまりごめんを言いすぎるとそのごめんの価値がなくなってしまって、うん、本当にごめんという大事な場面で使うべきだと思える。ちょっと最後そうなんかすごいあの日本の企業で働くと海外に企業はいつも謝ってくれないから、はい、うん、寂しいとか、はい、でもなんか日本人はすぐ謝ってそれでこう仲良く、そうですね、ドイツの文化として本当に 100% 責任を取りたくないのであればどういう事情で起きて、でそれをこう長く説明して、でそうすると次はこれを起こらないように何をすればいいかっていうのを説明すれば
とこう態度を見れば、はい、そう、だからそこは多分大きな違いなんじゃないかな。そうですね。なんかドイツ人と仕事してみてここが最初に慣れなかったとかそういうのはありますか？まあ、一つは言語の部分ですね。当然ドイツ語での会話で私は外国人で彼はネイティブということになるので、当然その言語レベルの差があって相手の言ってることが分かんないとか、はい、そういうことがあるんですよね。でただ日本でやってた仕事とドイツでしている仕事、まあ、業界が例えば同じである場合、似たような業界である場合、その言語の障壁っていうのはかなり少なくなると思います。なぜならその専門知識はもともとあるので、うん、ただ逆にそれがないと、少し大変になるかなっていうのはありますよね。あとそのドイツに上限関係とかあるんですか？その先輩とかボスとか、同僚、まず、はい、上司を除いた同僚であれば上下関係はないですね。で私の会社で言えば基本的にはファーストネームで呼び合う、私でしたらタカヒロなので、まあ、タカって呼ぶように言ってるんですけど、ファーストネームで呼び合ってて、でドイツであればルーツェンですね、ルーを使って話をすると、そういう形ですね。そう、あとはなんかその同僚と仲良くなるために飲み会とかそういうのあったりしますか？ないです。ないです。ないです。ドイツで飲み会、会社での飲み会はないです。ただ例外はクリスマスパーティーというのがあって、だいたい11月の下旬から、まあ、12月のそのクリスマス前の12月中旬あたりに会社の同僚と一緒にレストランに行って何か食事をするとか、そういったことはありますね。あとは例えば誰かこう誕生日の場合だと、はい、会社にこうケーキを持っていくとかありますね。そこは多分日本だとあんまりないですよね。ないですね。入ってきて、ケーキ の, その特別な、ケースがあるんですよね、はいはい、でその誕生日の当日にケーキを持ってきて、でこうテーブルあるいはキッチンに置いて、今日私の誕生日だから食べてねっていう形で告知をするんですよね。でそうすると同僚が席にやってきて握手するなり、ハグするなり、お誕生日おめでとうって言ってきて、であとは、少し離れてる、その事務所にいない、同僚であれば、違う支店とかにいる同僚であれば電話がかかってきて、今日は誕生日なんでしょうとか、何するのとか、大きい祝いするのとか、そういった話をしますよね。でもまあ同僚ともし仲良くなりたかったら一緒にランチとか食べに行くことはできますよね。そうですね。でもあとまあ自分のランチを持っていく人も多いんですよね。外で食べるんじゃなくて、なんかパンとかを職場に持っていく人いたりしますか？そうですね、パンを持っていく人は多いですね。でパンにその、ね、ハムとかチーズとかトマトを挟んで、はい、簡単なものを、まあ、作っていって、うん、でドイツ人面白いな、結構な人がコンピューターの前で食べますね。いや日本もそうですよ。日本もそうですか？日本もそうですよ。そうですか？あ、そうですか。私がいた時は、でも大きな違いとすれば時間じゃないですかね。そうですね、日本は例えば12時から1時みんな一斉にお昼ご飯に入りますけど、ドイツの場合、ね、工場勤務とか例えばそういうこと以外であれば、勝手にままにね、お腹空いた人が勝手にプロテイン出してコンピューターの前で食べてるっていうこと多いですね。でさっきそのやっぱりドイツで働くことにあたって、まずそのドイツ語というのを言ってたんですよね、はい、だからその彼はどうやってドイツ語を勉強したか、もし知りたかったら次のここに現れる召喚も見てきてください。一回これで切ります。よろしくお願いします。ブスネスマイチーズ。あー結構